ティルテレ。あ、おお、あ、結構沈む、はい、朝ごはんの時間ですね。何時に家を出ることになっても、だいたい2時間前に起きて朝ごはんゆっくり食べるんですね。もうそれがすごい好きで、録画してある刑事物のドラマとか見ながらぼーっと食べたりするのが本当に好きです。いい時間なんです。やっぱりご飯食べに行きますかね。焼肉だったりとか、なんかチーズ系だったりとか、すごくずっと食べたいけど顔がむくむからなと思ってたものを食べに行くっていうのが本当に好きです。それでもうこの作品終わり、この役終わりっていう区切りにも、自分の中で気持ちをつけるのにもなるしっていう。先生君子の後はオムライス、一番好きなのがお母さんのオムライスなんで、あんま自分で作るとそんなに美味しいと思わなくて、でお店にも食べに行きました。その時は家の近くの商店街の八百屋さんです。本当に好きで、終わった時間が夜遅いってやっぱ八百屋さんだからやってないんですよね。だからレア感があるというか、安いしすごい野菜売ってるし、一日休みだと行きます。6時くらいを狙っていきます。日焼けです。もうめちゃくちゃ気をつけてますね。自転車乗るときに奥様がよくつけてるこう黒の長いこれくらいのやつをいつもつけてますし、日傘持って歩くし、日焼け止めバチバチに塗り直すし、ずっと日焼けだけ気をつけてます。私原作すっごい好きだったんですけど、作画で変な顔とか変なポーズとか変えてそれが面白いっていう面白さがあったんですけど、実写するときにこれで演じるので作画は変えられないので、その面白さを実写ではどうやって出していこうかなっていうのはすごく悩みましたね。面白いシーンでもやると最初はみんなすごい笑ってくれるんですけど、だん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 笑ってくれなくなってきて、これは面白いのかなとか、本当に映画で見て笑ってくれる人がいるのかとか、そこで迷いに入っちゃうと難しくってダメでしたね、はい、そうです。性格はもう全然違いますね。本当にあゆはちゃんはただの明るい子よりもさらに明るくって面白い子だったので、やってる時は迷いはなかったですね。全然違うからこそ結構弾けてやりやすかったです。何かに集中すると周りが何も見えなくなっちゃう感じは同じだなと思います。私も何も見えなくなっちゃって怒られることもありますし、自分で見えてなくなったなと思うこともありますし、納豆にハマっちゃってずっと納豆食べてたらちょっと顔色悪いよって言われたりとかしましたね。だいたいこう竹内さんが教壇の上から面白い個性のあるその集まってきたクラスメートをいじってこうまとめ上げてくれてて、それがすごく面白かったし、川谷さんはいろんな話を相談し合いましたし、佐藤大樹さんは子供っぽいところがあって、何の街っていう時とかにそれがすぐ顔に出るんですね。だからそれが見てて面白かったです。いやもうまず本当にお会いできたりとか、主題歌がトワシさんっていうのが嬉しかったですね。可愛かったし、スタイル良かったし、いい人たちでした。ポップな音楽で、映画ともすごくぴったりだったので、それも嬉しくって。一生できない経験だったので、不安しかなかったんですけど、当日は結構楽しんでできました。もう教えてもらったりとかして、トワイスさんに。いやもういい思い出ですね。チルテロをご覧の皆さん、こんにちは。浜辺美波です。今私は、本当に近い最寄りの駅じゃなくて25分かけてちょっと遠めの駅に行って、そこから電車に乗るということを、頑張っています。暑い夏ですが運動頑張りましょう。以上浜辺美波でした。ありがとうございます。